こんにちは、あかりんこと吉田あかりです。ありがとうございます。今日は私の初の単独イベントにご来場いただき本当にありがとうございます。今回は SBY さんにご協力いただいて、ずっとやりたかった、イベントを開催することができました。皆さん来ていただきありがとうございます。どう夏休みですか？かわいい。はい、というわけで本当にね、女子力動画をいつも見ていただき本当にありがとうございます。少しずつ女子力動画も広まってきて、 YouTube で見ていただけるだけじゃなくて、こうやってイベントでも皆さんと実践する機会が作れたらなってずっと思っていたので、限られた時間ですが少しでも皆さんの参考になればなと思っています。皆さん今日よろしくお願いします。緊張してるんですよ。というわけで、では早速実践の方に移りたいと思います。この回はですね、初心者の方やメイクを始め出した方、苦手な方を中心にお越しいただいています。というわけで実践していきたいと思うんですけど、協力するよって方いらっしゃいますか？あ、じゃあこの中でメイク全くしてないよって方いたら、あ、どうしよう。じゃあお願いしてもいいですか？ありがとう、なんかこんなん持ってくれてて。じゃあちょっとメイクまだ何もしたことないよって方の、本当にちょっとのコスメでできる簡単なメイク紹介していきたいなと思いますので、皆さんもぜひ、もしメイク道具持ってる方とかいたらやってもらってもいいですか？じゃあ始めさせていただきます。まずメイクの基本なんですけど、最初に肌が乾燥してたりとか何も塗ってない状態でメイクしちゃうとお肌にも悪いので、今日はほい、簡単に化粧水とか乳液とか、これ1本でスキンケアができちゃうようなものを使いたいと思います。よいしょ。初めて全く、うん、はい、こんな感じに全体に乳液とか塗ってもらって、本当はパックとかしてもいいんですけど、ちょっと時間がないのでこんな感じにさせていただきます。で、今日は、キャンメイクのプレースのナチュラルプライマーの01番で、化粧下地なんですけど、ちょっと色味も入ってるのでファンデーションもいらないかなっていうような下地を使います。で、こういうのつけるときのポイントは、トントントンって3点ぐらいに置いてもらって、ほっぺたに3点ぐらい置いてもらって、で、おでこにも置いて、鼻にも置いて、顎にも置いてから広げていきます。で、なんか結構内側から外になじませていくイメージです。よし、こんな感じで、今日はこのダイヤモンドビューティーパフのナンバー2ドーリーフェイスっていうね、このなんていうんだ、お粉フェイスパウダーを全体に塗っていきます。本当ならニキビとか隠したい人とかはここでコンシーラーっていうのを使うんですけど、そんなに若いし大丈夫だからこれ使いますね。で、パフはこうやって、パフじゃあ、お粉はこうやってパフになじませてから、よいしょ、こうやって手でなじませて、目の下から押さえていきます。で、こういうなんか、なんていうの、おでこ周りとかお鼻周りとかテカりやすいところを先に押さえていって、残りで全体を押さえます。一回ね、手でなじませないと結構大量のお粉がついたりするから、そこは注意してください。はい、こんな感じ。
じゃあ続いて眉毛いきますね。眉毛は、今日はミッシュブルーミーンのサーメイアイブロウキャメルブラウンっていう色を使うんですけど、これなんかペンシルの部分とパウダーになってる部分とあとスクリュー部分があるんですけど、今回そんなに眉毛も剃ってる感じもないし、結構眉毛がしっかりあるので、パウダーでふわっと動かしていきます。で、なんか足りないとことかある人とかペンシル部分でしっかり描いた方がいいんだけど、結構もうしっかりあるから全体の色をつける感じにやっていきます。大丈夫そうですか？ついてこれてますよね。じゃあ続いてリューラーいきます。リューラーは基本が3段階にやるのがコツなんですけど、若干伏せ目立ちでやったら多分怖くないと思います。怖い？大丈夫？この辺見てってもらって。内側から上げたりとか外側から上げたりとかしていくと綺麗に上がります。はい、こんな感じ。上がったの分かるかな？そう、大丈夫ですか？続いてマスカラいきますね。私もメイク始めるときはビューラーとマスカラから始めたので、なんかビューラーとマスカラするだけで本当に面がパッチリ開くと思うし、全然印象変わると思うから、まずはここから始めてもいいと思います。で、使ってるマスカラはダイヤモンドビューティーのマスカラナンバーワンボリューム&カールのブラックを使います。見てて。でマスカラは根元からギザギザギザって上げる感じにすると綺麗につきます。こんな感じ。おお、かわいい。これくらいのピンクの色ですね。これだったらダイヤモンドビューティーブラッシュのローズピンクという6番のカラーになります。
で、チークは、にってもらえる。にって笑った時に、一番この高い位置に入れるのがポイントです。で、なんかつきすぎたらこうやって手で周りポンポンポンってぼかせばなじみます。で、最後リップなんですけど、リップはルベランミニョンのワンストロークルージュのアプリコットオレンジっていう、ちょっとチークの色に合わせた色を使います。で、これは1個で保湿もできるし、なんだ色もついてくれるから、そんなになんかいろんな種類買わなくても1本でいいかなと思って今日はこれを選びました。見てくる？で、で、あんまりベタって塗っちゃうとなんか結構変な感じになっちゃうから、トントントンって置くぐらいで大丈夫です。はい、こんな感じでメイクできました。ちょっと雰囲気変わったかな？どうやろう？こっちこっち見れる？あ、変わった？ありがとう。そうそう。なんかね、やっぱりマスカラとチークするだけで全然変わるので、こんなぐらい変わります。ちょっと大人っぽくなったんじゃないかな。見れる？あの感じ。変わった？よかった。じゃあありがとう、協力してもらって。なんかさっきよりも変わったから、うん、嬉しかった。あ、嬉しかった。ありがとう、そうやって言ってもらえてありがとう。じゃあもまたメイク楽しいなと思ったら、はい、自分でやってみてください。ありがとう。じゃあ次の方、何歳ですか？15歳です。15歳、大人っぽい。中学生？13です。え、13やって大人っぽいですね。じゃあちょっと荷物もらうね。メイク経験ありますか？ちょっとだけ。最近どのくらいしたの？なんかやってみたいこととかありますか？目のなんかアイシャドウとかの使い方が友達に教えてもらったけど、あんまり分かってないから、目が教えてほしい。 OK です。じゃあアイシャドウやりましょうか。アイシャドウは基本グラデーションと思ってもらったら大丈夫です。ちょっと今回目の周りだけなんで、目の周りだけ保湿します。で、日本人で多分一番馴染むのが結構ブラウン系のカラーなので、もしアイシャドウを一個も持ってなくて何買おうか迷ってるって方は、結構ブラウンとかベージュに近い色を買うことをおすすめします。で、私はマジュリカマジュリカのジュエリングアイズのアイシャドウ BR792番というのを使っています。こんな感じのカラーで、多分この辺の色が馴染みやすいと思います。じゃあまず最初にちょっと目元明るく見せるために、こっちの一番明るいカラーを塗っていきます。まぶた全体に広げますね。感じで、ね、まぶた、なんていうのかな、二重っていうか目よりちょっと上ぐらい、アイホールって言うんだけど、まぶたのところに広げます。
で続いてそれよりちょっとちょっと内側にこれくらいの2番目に薄い色を、じゃあ2番目に濃い色を広げていきます。濃くすると、目元が丸く見えて、で外側濃くすると結構垂れ目に見えたりとか、内側濃くするとちょっと目が酔って見えたりする効果がアイシャドウにはあります。で続いてこの色使うね。さっきよりもまだ内側に入れていきます。本当に薄い色からだんだん重ねていってグラデーションを作るイメージです。はい、こんな感じ。じゃあ目元を大きく見せたいみたいなので、さっきのここの色を涙袋にもちょっと入れていきます。なんか涙袋もあんまり明るい色で出すぎちゃうと結構浮いて不自然なので、最近私はこういうベージュ系で入れたりしています。で最後っていうか、で上まぶたの最後には一番この濃い色を一番際に入れます。この時に先にアイライン描くと、アイラインの上にこれを入れるとアイラインが消えにくくなったりするんだけど、とりあえずアイシャドウの説明ということで、今回はアイラインっぽく際に一番際に入れていきます。大きく見せない人とかはこっちの一番濃い色を下まぶたの際とかに入れるともっと大きく見えます。でもあんまりしっかり囲んじゃうと結構最近の流行りっぽくない濃いメイクとかになっちゃうので、何やろ、3分の1くらいがベストだと思います。こんな感じ、どうかな。こんな感じ、わかりますか。そう、こんな、どうかな、いつもと違う感じある。なんかアイシャドウは結構本当にグラデーションで入れるのが一番基本で、もうちょっといろんなメイクとか覚えてきたら、例えば、なんだろう、縦のグラデーションに作ったりとかできるんだけど、初心者の方とかはこの入れ方がベストかなって思います。というわけでありがとうございました。協力いただいて、ありがとうございます。絶対これから使いたいと思って。皆さんぜひベージュ系で揃えてみてください。はい、ということで2名の方ご協力いただき本当にありがとうございました。拍手ありがとうございます。では残り少ない時間になっちゃうんですけど、質問タイムにしたいと思います。せっかくなのでね、皆さんと直接話せる機会なんで、今回は女子力に関する質問だけにさせてください。質問のある方手を挙げてもらってもいいですか。じゃあ1番、普段
カジュアルな服が多くて、パンツとかパーカーとか着るんですけど、それでしっかりメイクしちゃったら服装と合わなくなったんですけど、カジュアルな服の時どんなメイクしたらありますか？カジュアルな服の時はなんかオレンジの、チークとかを使って、横に広めにすると日焼けチークっていうチークになって、結構カジュアルなファッションとかにもあったりとか、あとはそのオレンジのチークを目の下に入れるとそんなにラブリーじゃないけど、なんかちょっと抜け感のある可愛らしい印象になったりするかなって思ってやってます。ありがとう。はい、じゃあ続いてどんどん行こう。はい、じゃあ一番前の、お風呂上がりの保湿はどうやってお風呂上がりの保湿は、結構さっぱりした化粧水とかで、コットンを、めくれるタイプのコットンっていうのが売ってんねんけど、そういうめくれるコットンとかに浸して貼って、5分ぐらい貼ってから乳液して保湿クリーム塗ったりとかしています。ありがとうございます。はい、じゃあどんどん行きましょう。はい、じゃあ一番後ろの、大人っぽくかっこいいメイクは、そうだな、ベースメイクの後にシェーディングっていうのを私は使うんですけど、小顔に見せる効果があったりとか、顔を立体的に見せる効果があるんですけど、そういうのをしっかり、この辺とかに入れて顔をシュッて見せたりとか、あとチークをいつもは内側に入れるんだけど、ちょっとこの頬骨のところに沿って斜めに、縦斜めこう入れると結構大人っぽい印象にしたりなったりするのと、あと眉毛を結構細くしっかり描く感じにしたりとかします。あとアイメイクを普段はブラウンのアイシャドウ とアイラインとマスカラを使ってるんですけど、その時をブラックに変えたりとか、あと彫りの深く見えるアイシャドウの入れ方にしたりとかしています。はい、じゃあ続いての質問いきます。じゃあこのセルフネイルの塗り方、私はマニキュア塗るのがめっちゃ不得意やから、ジェルネイルキットっていうのをママに買ってもらったから、そのジェルネイルってもし失敗してもその LED ライトにこう入れるまで、今やってるのがこれジェルネイルなんだけど、入れるまで固まらへんから、何回でもはみ出たとことかやり直したらできるから、もしでもちょっと除光液とかで取れないくて、一回なんかその専用のリムーバーみたいなので取らないと取れないんですけど、そういうの私失敗しにくいかなって。あとこういうストーンとかも置けるし、まあ、でも今回はちょっともう今日のイベントに張り切って昨日ネイルをかけてきました。大丈夫かな。じゃあはい、じゃあ続いてどんどん行きましょう。じゃあ後ろのお姉さん、私基本ブラウンで使うようにしています。なんか結構目玉って色って言ったらあれやけど、これ黒目の色あるじゃないですか、が結構茶色に近いから茶色使ったりとか、あとは髪の毛も茶色いので茶色にしたりとかしてます。でも色白いしブラウンの方が似合いそうな感じをするかなって思います。ブラウンの方が馴染みやすいかな、日本人には。でも黒の方がくっきり見えたりはします。はい、じゃあ続いて、じゃあそこにずっと手挙げて、私リップは染めるのが好きなんですけど、あかりが最近よく使ってるリップ、最近よく使ってるリップめっちゃおすすめあります。なんかまだちょっと発売されてないか、これビセアバントっていう、なんかビセから出てるまたもう一個の姉妹ブランドになるのかな、なんかちょっと進化系みたいなやつがあるんですけど、それが今なんかロフト、なんかとあるロフトとか、なんかそういうなんかお店だけで売ってるとこがあるんですよ、なんか限定品みたいな。だからもうすぐこれ発売されると思うんだけど、オイルインリップティントって言って、私今日塗ってるんですけど、結構オイルなのにこのオイルのツヤ感が取れても色がしっかり残る感じになってます。ティントなのですごい色持ちがいいなっていうのと、あとベタベタしなくてあんまり髪の毛とかひっつかないからおすすめです。
はい、というわけで質問コーナーちょっと答えられなかった方は申し訳ないんですけど以上とさせていただきます。というわけでそろそろお時間になっちゃいましたので、もちろん女子力動画をこれからも続けていきますし、こういうイベントもどん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 やっていきたいなって思っていますので、皆さん楽しみにしててください。